どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、サスケジャパン VS 弁慶ジャパンとなっておりますが、私たちこのサスケジャパン全員ゴエモンジャパンメンバー、そして敵弁慶ジャパンメンバーもすべてゴエモンジャパンのメンバーで構成されております。要するに紅白戦でございます。私今回イロリンさんの村を攻めたいと思います。こちらですね、まだねもう開幕攻め、もう開幕した瞬間攻めようと思っているので、こちらをですね攻めたいと思います。この配置の強いところっていうのはやはり集中砲火がやばいんですよ。中心部のこちらをですねゴレ6で3、2、1、え待って、どうなんだっけ。よし、戦闘日になってイロリンさんを押して、イロリンさんを押して攻撃、オッケー、しゃー、きたー、来たぞ、よし、行きたいと思います。テンション上がんなこれ。まずは、行きますよ。ちゃんと実況していきながらね、ホグ1で援軍を釣ります。ラバ来い、ラバ、よっしゃー。そしてアチャ出します。アチャ出してしっかりとですねその援軍を釣ります。やっぱ援軍釣りがね、もうこの世界で一番重要と言っても過言ではないんですよ。はい、そしてガーゴイルを出して処理しようとするんですが、ガーゴイル1体出して赤風船ないか確認してから1点で出します。よし、これを待ちます、待ちます。はい、待ってください、皆さん待ってくださいよ。こういうのはね待たないとダメですよね。はい、ということでこれ相当ねちょっと時間的にもやばいかなと思うんですけれども、ちょっと破裂した瞬間にアチャ出してパピーも処理していきます。破裂した瞬間に出す。そしてジャンプの呪文が重要、ジャンプの呪文を OK、 うまい、ポン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 と出していって、ウィザードをしっかりと追従させていきます。そしてババケンをくれめに出してしっかりとですねアチャクイにかかるようにまずレイジ打ちます。そして中心部スケルトンが絶対にもう半端ないことになるんで、スケルトンをどうしよう、スケルトンを、あ来たね。そしてまだだまだだまだだ、レイジをレイジをまだレイジはまだ打たない、レイジはまだで、アチャクイにかかるように打ちます。よし、いいぞ。そしてフィストをなるべく早く発動したいんですよ。なのでまだだまだだまだいける、このタイミング、巨爆が爆発動したタイミングで発動。よし、これ欲しい、よし、これ、え、星さんない、これ、星さんない、星さんワンチャンない、え、星さんいける、やばいやばい、見ます見ます、初、まだ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 、初、初ドゥ、よし、え、これ星さんない、これ、え、星さん、星さんワンチャンない、終わって、ウィズウィズ、ターゲット取られんだ、ウィズ、オッケー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 、どう、星さんあるでしょ、これこれ、しっかり中心部来い、オッケー、これ星さんあるぞ、あーちゃくい、あーちゃくい、ターゲット取られた、うわうわ惜しい、待って、え、これ星さん、おい、ま、お前無理か、いや待って、ゴーレム何体、これ1体か、こいつ、いや相当だよこれ、待って、何もないよね、ユニット残ってないよね、星さんワンチャンない、ない、あ、ない、あ、ないわこれ、あ、いや 84% すごくね、すげえ、キヨキヨうめえ、あ、キヨキヨうめえ、マジマジキヨキヨうめえ、コメント欄で皆さん書いてくださいよ、キヨキヨうめえって、しゃー、オッケー、うめえ、う、よし、うりゃー、うりゃー、ナイスナイスです、キヨキヨさん、いや、うまっ、チャット結構、いや、うまいなー、ピピピーノキヨって何やねん、ポキポキ来たよ、ポキポキ、おっしゃー、ということで、もうすげえなキヨ、うん、キヨキヨ最強ということで、はい、皆さんコメント欄キヨキヨ最強で埋め尽くしてください。ということで、キヨキヨの第1回目のアタックでした。第2回目はねもうまあね、戦況を見つつという感じで攻めていきたいと思います。ということでご視聴おろしょー、じゃんじゃん、チャンネル登録してね。
チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。